美濃船場半大前駅は北大阪急行電鉄の延伸区間で2023年度に大阪府美濃市、船場東に開業予定の駅である。2010年公表時点の歌唱は美濃船場駅。当駅は新美堂筋南行速道の地下に設けられる。また、駅東に美濃市の市民ホールや図書館、そして大阪大学の高層ビル型キャンパスも 建設され、外国語学部が2021年4月に移転した。2018年6月5日、美濃市は、駅名候補案として、美濃船場半大前駅と決定し、営業主体である北大阪急行電鉄が国に、手続きを取り、同年7月24日に正式決定した。駅予定地周辺の新線上地区は、船場繊維団地として作られた、商業地区である。 高度経済成長期の昭和30年代の後半、大阪市の中心部の上塚に伴い、船場地区の千代路市しの問屋街から、流通施設などが移転した。北大阪急行南北線の千里中央駅以北の、延伸都心駅の設置については、千代団地組合も1964年の、組合設立時から要望。また、 昭和60年代のバブル景気が崩壊した後、繊ロ卸商の数で4割減った、繊維団地の活性化として、見直しが北急の新駅前の面積33,400平方メートルの土地区画整理事業を推進。2008年見直し長に就任した倉田哲郎が、延伸実現を選挙公約に掲げており、事業を加速させた。当駅の南端から、 千里中央駅側はシールドトンネル工法で建設されるが、駅南端から北側の広角間に変わるまでの区間は改作トンネル工法で建設される。この工法が切り替わる地点より、南側は第一種鉄道事業許可区間として北大阪急行電鉄が整備し、北側は軌道事業特許区間として北大阪急行電鉄と見直しが共同で建設する。 なお、線路や駅内装は、北大阪急行電鉄が、コンクリート構造物や駅舎は、見直しが建設する。駅東の船場東地区に、国立大学法人大阪大学の高層ビル型キャンパスが建設され、2021年4月、外国語学部が移転した。大阪大学は、この地を、豊中、吹田キャンパスの中間にある大阪大学が、 世界に向かう、ヘッドクォーターとなるポテンシャルを持つ場所として、都市型キャンパスを整備する。また、大阪大学と見直し、繊維団地組合が連携し、スポーツ科学、ヘルスケアの拠点施設、関西スポーツ科学、ヘルスケア総合センターも整備される。見直しも、文化拠点を建設。市民ホール、図書館、生涯学習センターで構成される複合施設で、 138億円を投入する。ありがとうございます。